かれこれ10分ぐらいずーっとこうやってやってるんですよね。これ普通のおもちゃとかじゃなくて、こういうなんかね、ちっちゃい楽器とかを与えた方がいいかもしれないですね。高音源だけテープで待っとくかな。切れてもいいよね。というわけで買いに来ました。シェイカーはね、家にもあるじゃん、おもちゃの中にあれ入ってるのが。そうだね。何がいいんだろう。シャカシャカ系がいいのかな、やっぱり。やっぱウクレレとかかな。ウクレレいいかもね。ウクレレな、でも俺、どうですか？そっちの普段の興味。紙に興味がある。だって紙を食おうとするから。これあるじゃん、これ。ゴールデンゲートの虹色があった。これも買ってこう。これ昔僕がジョニー・ウィンターめっちゃ憧れてた時に買って、これで弾いてたんですけど、全然使いこなせなかった3匹。今でもこれを使うことはないですね。これダンロップでしょ。あ、違う、これゴールデンゲートだ。これ何個買ってこうかな。これかわいい、これ。高いんですよ、これ。3ドル95するんですよ。4ドルですよ、4ドル。ビッグ1個が。ズッキーズはね、1ドル25なんですよ。シェイキーズ？ズッキーズ。これかわいい。それ長いんだよね。かわいいけどね、長いんですよ、それは。これは血止まる系だね。大体全部血止まる系なんだけど、これこの間のビデオやだった、これもかわいい。3ピックでもストロークいっぱいやりたい人はこういう柔らかめのね、僕はちょっと嫌なんですけど、柔らかいの。喋ってるのにどうして隠してくるんですか。見ちゃって、スカシカスカシカ。30はかなりつきすぎなんで。来てみて。10とか20とかっていうのは何？もう曲がってる角度なんで、ズーキーズこうやって曲がってるんだよね。これの角度なんですよ。書いてる。ちょっとまだ難しいね。ね。それ食おうとしてない？食べようとしている。食べようとしている。カズーだったらまあ多少大きくなってきた時に吹けるかなっていうのが。これいいじゃん。昨日鈴のおもちゃで結構遊んでた。本当？これ買ってあげるよ。いくら？4ちょっと可愛い色ないの？4ドル10。オレンジ。オレンジにしよう。あ、こっちカメラ。お、手伸ばした。あ、いいね。うん。シャカシャカ振るんだよ。鈴持って振るのね。これはなんだい。ああ、多分それ合ってるわ。伸ばせる？伸ばせない。うん。まあ、かわいい。怖い、なんか。これ？うん。てん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 。ちっちゃめのもある。どうしよう。あ、これ？これいいね。16ドル。これ買ってこう。面白いね、それ。ちゃんとした張りのある音を出そうとしたら痛い。本当。初めて見た。これさ、もうちょっと大きくなったらこれは絶対遊べるよ。うん、そうだね。これ。これです。これいくらですか？54ドル99。へぇ、並べてそういう風に。にもできるし。へぇ。これもうちょっとしたら、ね、買いますね。ね。
大きいのもあるし、これすごいね。それはミニトロンボーンってことじゃないですか。今日は珍しい開封動画なんですけど、あ、それは食べちゃいけない、これはね、あんま良くない開封動画、開封動画というかもうね、あの開けちゃってるんですけど、これは店の中でもすでに開けちゃいました。で、買ってきたのがもうお気に入りだね、今のところね。うん。で、数知らない、知らない、数知らない、数はね、まだね、これからだけどね。はい、これね、あんまプラスチックだから、プラスチックの安いやつだからね、あんま良くないけどね。はい、で、これ。これ、なんていうの、でんでん。キッズドラム、キッズハンドドラムって書いてます。これが、17ドル、うん。17ドル、開けてみようか。うん。ほい。ほい。食べてるよ。音叉。あ、音叉はね、音叉はあげられないんだな。ほい。ほい。やっぱ食べるか。ちょっとやっ手で掴んでやらしてみるか。それが、いくよ。これでも赤ちゃんの用品と違ってさ、あのプラスチックはもろプラスチックだしさ、うん、あの、なんて言うんだっけ、 BPA フリーとかそういうの、そうそう、 BPA フリーとかそういうのがないからさ、あんま食わしたくないよね、うん、まあね、でもしょうがないよね。これはこれ、おお、すげえ、お、すげえ、すごい、叩いてください。お、お、お、うまいじゃん。上手上手よ、楽しい。興奮してきてる。あとはまあ、あの自分のやつなんですけど、ゲームは、あのなんか最近またゲーム何使ってんですかっていう質問をしてくれた方がちょこちょこっといまして、今はこれ使ってます。今はっていうかもうだいぶこれ使ってますね。エリクサーのブロンズですね。12、1256を使ってます。僕はさっきも出たんですけど、音叉しばらくなくして立ってたんで新しいの買ってきました。ちっちゃくてこれいいっす。めっちゃちっちゃい、ちっちゃいのがいいんですよね、やっぱり、ね、で、前の動画でも言ってたんですけど、追加しました。3ピックを追加、5個ほど追加しました。あのね、5個ほどなんですけど、このズーキーズっていう今僕が使ってるあのサムピックで、今回はですね、ズーキーズの L の10と20かと言いました。この10、20ってのは何かというと、この角度なんですね。ズーキーズのサムピックはちょっと角度がついてるんで、まぁ、ちょっと角度違うのを2種類あったって、今回楽しみなのはこのズーキーズの20度、20ってやつがちょっと結構楽しみでして、買ってきてワクワクしてるんですけど。やっぱ10の方がいいですね、僕は。あの、20だとちょっと角度がつきすぎてて、オルタネートとかするときにちょっと引きづらいんで、10でいきます。しばらく。しばらく10でいきます。その、また変わるかもわかんないんですけど、しばらくズーキーズの
L10 でいきます。ラージの10。